はい、こんにちは、タカマンです。ではやってきました、トランスフォーマークエストのパート2ですね。はい、前回のパート1クエストと合わせて、パート2クエストをクリアしていくと、トランスフォーマーのね、何やらをもらえますので、皆さん頑張ってクリアしていきましょう。もちろんね、これいらないという人も経験値たっぷりもらえますので、これをクリアして、ガンガンレベルを上げちゃいましょう。では最初のミッション、1回の街で複数の乗り物を操縦する。3個ですね、ってこれ。この前のウィークリークエストで全く同じクエストがあったと思うんですけど、はい、やり方は簡単。まずね、ここです。はい、こちらのレース場にはバイクが1台と車が1台ありますので、これでねまず2台になります。これで2台クリアになります。そしてね、2台クリアしたらそのままレース場のすぐ真上にあるガソリンスタンドに行きましょう。そしたらね、ここにトラックが、最近確定かな、多分確定になったと思う。前確定じゃなかったんですけどね。今ね、ここガソリンスタンドの前にこの車が確定で置いてありますので、これに乗って3台クリアですね。オッケー。まあもちろんね、なんかこのジャングルの中にあるバイクに乗ったりとか、多分恐竜もあるなのかな、この中にいる恐竜に乗ったりとか、それでもいいと思うんですけど、まあこことここが確定の乗り物3種類湧くんで、この2箇所に行くのが一番手っ取りバイククリアできるんじゃないかなと思います。じゃあでは次のミッション行きましょうか。これはちょっともうクリアできない。はい、じゃあ次行きます。乗り物に乗りながら、あるいは何かにまたがりながら敵にダメージを与える。200ダメージですね。そしたらどうしようか、バイクの方がやりやすそうだけどな。バイクで行こうか。じゃあバイクに乗って敵を探しに行きますよ。さあバイクに乗った状態で、ほらー、オッケー、1人目。そしてもう1人、ほら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 、まだいたか、ほらほらほら、はい、オッケー。あれ、全然カウントされてない。なんで今この状態で、バイクに乗った状態でこうやって撃ったんだけど、こっちじゃないダメなのかな、運転席じゃダメなのかな。そしたらね、今度はあえて後ろの席に移動して、ドラー、やめて、あ、クリアした。ちゃんとクリアなってますね。どうやらね、バイクの場合は運転席に乗りながら敵にダメージを与えてもカウントしないで、後ろの後部座席、後ろの方に移動してからね、ダメージを与えたらちゃんとカウントしてくれましたので、ちょっと皆さんそれだけは気をつけて、このクエストクリアしちゃってください。さあでは次のミッション、バスからの着地後20秒以内に乗り物を操縦する。1回ですね。これはさっき、すいません、さっきね、レース場に降りた時に速攻で乗り物に乗ってればクリアになってたみたいです。これも簡単っすね。まあ簡単だけど、確定場所、乗り物が確定で置いてあるこのメガシティのこの辺とか、レース場とかガソリンスタンドとか、あとスラッピーショアのガソリンスタンドとか、その辺にね行かないとクリアできませんので、ご注意ください。はい、レース場は確定脇なので着地して20秒以内に乗りましょう。オッケー、これでこのミッションクリアでーす。さあでは次のミッション、わっとこれ大変だな。ホットスポットで補給ドローンを破壊する。10個ですね。ホットスポットっていうのはね、この文字が、街の色が黄色になってるの分かるかな。例えばさ、ブレイクウォーターベイは白で書いてあるけど、シェイディーストリートは黄色で書かれてるじゃないですか。なのでこの黄色で書かれた街にまず行きます。はい、そしたらね、今回探検家のキャンプが黄色い文字で書かれた街になってますので、探検家のキャンプに来ると、はい、こんな風に空にドローンが浮いてますので、これを撃ち落としましょう。これをね、全部で10個撃ち落としたらクリアなんですけど、1つのね、黄色い文字が書かれてる街に3つか4つぐらいしか補給ドローンないんで、街をね、3つぐらい回らないとダメです。ただね、最初の街で壊してる間に、次の街の補給ドローンね、敵がいたら全部壊されちゃってる可能性もありますので、ちょっとね、1回のマッチじゃもしかしたらクリアできないかもしれません。はい、ただ1つのマッチで4つぐらい破壊したら、すぐね、次のマッチにすぐ猛ダッシュで行きましょう。敵に壊される前に行きます。向かいます。ただね、今、クエスト中でみんなクエストでね、破壊してるんで、もう1回のマッチで3、4個しかできないと思ってた方がいいかもですね。なので、毎回ゲームをするたびに、黄色い名前の街に降りると思ってプレイをした方が気が楽かもしれません。1回で終わらせようとすると結構大変です。さあ2つ目の街にやってきました。はい、これをまた壊します。5個目、6個目、7個目、
これで8個目です。はい、さっきのマッチじゃもうなかったので、次のマッチに来ております。そしたら今度はね、探検家のキャンプとブルータルバスティオンの2箇所がね、文字が黄色くなってますので、そのどちらかに行きます。オッケー、そしたら降りてすぐたくさんありますので、ガン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 撃ち落としましょう。9個目、10個目。オッケー、これでクリアですね。そしたらトランスフォーマーのエモータイコンをゲットできました。ただね、ちょっとまだまだクエストあるんでやっていきましょうか。次はステージ1ですね。爆発物でオブジェクトを破壊する。50個。あ、これね、爆発物ね。確か、ここにいるスロン博士。皆さん、スロン博士も話しかけたかな。スロン博士がグレネードを確か持ってるんで、スロン博士のところに急いで向かいましょう。まあ、爆発系の武器を頑張って探して、それでね、オブジェクト破壊するのもいいとは思うんですけど、スロン博士からグレネードをたくさん購入した方が、一気にクエストクリアできるんじゃないかと思います。あ、爆発物ってこれでもよかったりする？まさか。いや、でも良さそうだけどな。ダメなのかな。ちょっとコンテナが硬すぎて壊れてくれない。ちょっと威力が弱いな、こいつ。こいつは威力が弱いですな。オッケー、そしたらスノー博士に話しかけて、グレネード大量に持ってますので、グレネードゴロン！グレネード全部くれい！おしゃ、グレネード18個手に入りました。これ建築物ってさ、自分が作った建築物でもいいのかな。ちょっとやってみましょうか。どうや、カウントするか。カウントする。あ、一応カウントしますね。まあ自分で木材建築を作って壊してもいいし、どうしようか。この辺、なんか壊れやすそうなところに投げましょう。ちっちゃなオブジェクトの方に投げて破壊してもいいし、これ木が一番良さそうですね。こんな感じで作って、投げまーす。50個結構大変じゃね？多分一番いいのはワンボックス作って、なおかつそこにまあ屋根か階段作って、さらに屋根階段作って、このね、はい、この空いてるところに投げると何個いくかな？ 1、2、3、4、5、6個ぐらい。6、7、8個。結構いっぺんにいきますね。この作戦が一番いいですね。1、2、3、4、5、6、あ、だ、7、8、9枚ぐらいいっぺんにいくんじゃない？お、いいね、いいね、いいね。オッケー、これでこのクエストクリアですね。まあ、こんな風にね、スロン博士使うとグレネードを18個持ってますので、スロン博士からグレネード18個手に入れて、まあ、その辺のものをガン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 破壊していくとクリアできると思います。次のミッション、爆発物でオブジェクト破壊する。今度100個？いやー、これめんどくさくないか、このクエスト。他にいいやり方、どなたかあったらぜひ教えてください。まあ、今ね、自分が考えた中で一番簡単なのは、スロン博士に話しかけてグレネードを18個もらってそれで破壊しまくるっていうやり方なんですけど、これまたあとこれで100個するのもめんどくさいっすね。しかもさ、前回のアップデートかなんかの時にグレネードのさ弱体化が入っちゃって、今ねグレネード建築物へのダメージめっちゃ低くなってるんで、それもあってね、さらにこのクエストクリアするのが大変になっちゃっております。本当に何かいい案があったら皆さん教えてください。はい、僕は今から頑張ってこれをクリアしていきますので、皆さんも頑張ってクリアしてくださいってことで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらすいません、皆さんアイテムショップから画面右下クリエイターサポート、これ見てよ、これ見てほら、地上最速の男フラッシュを買う方はぜひ日本最速の男タクマンにクリエイターサポートをしてぜひ購入してください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。